リバーチャンネル。今日はフェイスロケやっちゃうよ。ちょいちょいちょい。このフェイスロケに最適な場所、フェイスと言ったら那須高原、那須高原と言ったらフェイス。もう僕らあのね、フェイスってやつやってるけど、うん、フェイスって言ったら那須なの？フェイスと言ったら那須、那須高原と言ったらフェイス。フェイス。とりあえずロケやりたいのね。嘘。どんなロケやるの？いや、あのフェイスだけでね、あの伝えようと思って。フェイスオンリーで。フェイスオンリー？うん。あの表情でそう伝わると思うよね。いいところを全部伝えようかなって思ってる。なるほど。っていうのが。っていうのが、うん、フェイスロケ。フェイスと言ったら？那須高原。那須高原と言ったらフェイス。オッケー。とりあえず那須でフェイスロケやるぜみんな。やるぜ。でもここなんかもうちょっとチラッて見えてるけど、これ何これ？ナスのラスク屋さん。あ、もうすごいよこれ。焦げパンダが、うん、見てよ、金賞取ってんだよ。うわすげえ。え、今日はこれを、これを、うん、フェイス、うん、ロケします。ロケします。フェイロケして、ロケして、うん、多分、うん、食べます。オッケー。食べます。フェイ。ちなみに今の気持ちは？フェイスで言うと今の気持ち、うん、うん、寒っ。ノック。サムフェイス。サムフェイスだぜ。サムフェイスだけど楽しみフェイスでもあるから。え、楽しみフェイスは、うん、楽しみフェイス。楽しみフェイス。楽しみフェイスだぜ。ちょ、もういいですよ。え、長いな。ちょっと怒られちゃったよ。怒られた時はストレートソーリー。ストレートソーリーフェイス。ちょ、もう分かった。ストリートソーリーフェイスだぜ。分かった分かった。行きましょう。今ね、もうこの時点でね、半分フェイス使ってるから。半分使ったの？まずいな。やっちまったフェイス。エビガリ。こんにちは。こんにちは。見て、ナスのラスク屋さんの店員さん。店員さん紹介フェイス。すいません、ちなみに今日あのフェイスロケやらさせてもらってるんですけど、はい、フェイスロケやっても大丈夫ですか？はい、どうぞ。あ、優しい。優しい。優しい。ナス高原と言ったらフェイス。フェイスと言ったらナス高原。どうだ。ですか。あ、アイス笑いフェイスです。アイス笑いフェイス。アイス笑いフェイス。アイス笑いフェイス。これだ。焦げパンダ、さっき書いてあった金賞のやつ。第25回全国たしかし何第漢字読めてなくない？うん、漢字読んでちゃんと。焦げパンダ第25回全国かし会金賞。ごまかしフェイス。こんにちは。こんにちは。社長真ん中に。これね、もうね、500万個以上売ってるんです。500万個？もう20年売ってるんです。うわ。とんでもなくスゴフェイス。とんでもなくスゴフェイス。まあ黒いんで、今度白いのを作ろうかなと思って白いのを作ったんです。味はレモン味。レモン入ってるんですか？そうです。白いパンを焼くのって大変なんですよ。お砂糖が入ってるとどうしてもパンってこんがりした小麦色になっちゃうでしょ。おお。これをうまく白いパンを焼きました。どうやって焼くんですか、白いパンうまく？え、内緒です。いやー、シークレットフェイス。シークレットフェイス。シークレットフェイス。オッケー。社長もシークレットフェイス。これは？これは同じ箱で売ろうかなと。ああ、なるほどなるほど。かわいい。これでパンダってことなんですか？です、白と黒で。はい。そっか。もう20年間愛されてる商品なので、これが一番嬉しいですね。長く売れてるっていうのが、ね。なるほどなるほど。どうやって作ってるかと思うと、お前気になんないか、ちょっと。気になる。じゃあ行っちゃう。フェイス。シンプルフェイスじゃないから。シンプルフェイスじゃん。エビガリ。工場来ましたよ、早速。入っていいですか？特別です。うわー、スペシャルフェイス。スペシャルフェイス。じゃあもう早速作ってるとこ見ていいですか？いや、見るんじゃなくて作るんだよ。これはちょい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 。すぐ出るな。工場来てから調子いいね。これは何ですか？これ、これ秘密の機械。え、企業秘密フェイス。オーケー。企業秘密フェイス。手動かい。全部行くかと思いましたよ。
だって引っかかっちゃうんだもん。工場長お願いします。フェイスオッケー。工場長なんで違うんですけど。違うか。どこの違うか。で違うんかい。はい、じゃあこれを押し込んでください。どうぞ。おい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 、枯れちゃうよ。社長焼くんじゃないよ。枯れちゃうよ。ノアシメンフェイス、はい、そこスタートフェイスで、ね、スタートフェイス。スタートフェイス。お久しぶりです。うわすごい、できた。増えてる。別のオーブンだから。ちなみに焼きたて食べますか？え、食べていいですか？じゃあいいですか？はい、どうぞ。いただきます。何してるの？かわいい。どうですか？どうですか？いや、すごい美味しい。社長満足フェイス。エビガリ試食タイム。白がサクサクで、サクサクで、こっちがカリカリ、金賞取った、はい、レモン味ですよね、はい、これは焦がしバター。焦がしバター、焦がしバターときたか。いや、来たかというかもう有名なのよこれ。でも一番有名なやつ多分まず行った方がいいですよね社長。はい、ぜひ。じゃあちょっといただきますね、うん、いただ、そうだ、それでは、はい。いや、もう食べたい気持ちわかるよ。食べたい気持ちで神フェイスでした、すいません。噛んじゃったフェイスでした、すいません。社長、社長、すいません、社長に言ってたんですけど、僕に言ったら聞いてなかったフェイス。それではいただきまーす。ガブ。いや、社長食うかい。社長食べフェイス。おいしい。おいしいか。どうだった、サクサクだった、カリカリだった。え、もうあのカッサカスカス。最悪。カスカスって。社長怒った方がいいですよ。社長激甚フェイス。いただきます。お、音がすごい。うん、うまっ。これね、バターなんだけど、すごい甘いバターみたいな感じ。え、甘いですよね。でも、バターの香りがすごい。まあ、お砂糖入ってますから甘いんですけど。白パンダの方、新商品ですよね。はい、いただきます。うわ、箱行くんかい、箱行くんかい。オッケー。じゃあ、これいただきますね。はい。金賞フェイス。農林水産大臣賞がいいな。金賞の上。目標は高くフェイス。食感が全然違うでしょ。全然違います。交互に食べれますねこれ。そうですね。でも両方食べると食感が楽しいよね。うん、楽しい。なんか満元気が、もうめっちゃ美味しかった。じゃあ最後にみんなでハッピーフェイスして終わっちゃう。ハッピーフェイス、うん、じゃあいっちゃうよ、うん、みんなもこれを食べてハッピーフェイス。食べてね。食べてよね。絶対に覗かないでよね。うん。パンダ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 ラスク。社長、はい、やりましたね。でしょ。はい、ちょっとさすがに滑りすぎです。さすがに